しめてくれてありがとう。あ、これ吸い終わったらすぐ行きますから。わざわざ送ってもらって悪かったね。いやいや、お母さん、これいただきます。あ、どうぞどうぞ。あ、すいません。話しませんで。あ、そうだ、久我さん、みかん持ってくね、今、今朝流行ってるし。そうね。煙が白いんだか、息が白いんだか、わかんない。出てくんでしょ。まだ帰ってないみたい。あれれ、なんか元気ないぞ。どうしたの？抱きしめてくれて。抱きしめてくれてありがとう。うん、ねえ、それさ、あの、なんだっけ、変な猫ついてなかった？変な猫？あー、キャラクター。あー、キティちゃん。あ、そうそうそう、そういえばついてました、右下にキティちゃん。それね、夏希ちゃんじゃないよ、リナだ。リナ、うん、うちに入院してる高校生の女の子。ほら、楓君が写真撮ってた。あー、確か足が。そう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 、そのメモ用紙さ、彼女のだ。俺もね、あの、そのキティちゃんが書いてある手紙もらったことある。なんだよ、そうか。誤解は解けた。でも、抱きしめたことは抱きしめたんですよね。ほらほら、そうやってまた一人あり地獄にはまっていく。久我さん、いつか私に言ったじゃないですか。うん？相手の全部を欲しいと思っちゃいけないって。ああ、うん、それはそうだな。でも私、楓くんの全部が欲しいな。楓くんのこと好きなのに、いつも不安で心の中爆発しそうになっちゃうんです。自分収拾つかなくなっちゃうんです。最低。最低じゃないよ、最低じゃないよ。楓くん楽にしてあげる一番の方法は、私、離れることかもしれないって思って。そんなこと言っちゃダメだよ。好きなんだから、お互い好きなんだからさ、頑張らなきゃ。頑張るの疲れちゃったな。もうよいしょって思って電話するの疲れちゃったな。たまには楓くん頑張ってくれないかな。男はね、頑張ってんだよ。黙ってさ。
そうなんですか。うん、そんなこともあると思うな。ちょっと冷たいし入れないでよね。もういやん、もういやんじゃないわよ。何やってんのよ。うわ、宗一郎さ、その臭そうな靴下脱いでよ。なんだそれ、嫁いけねえぞ。なんで私が嫁いけない。分かった、はい、じゃあね。あ、すいけ、うん、うん、ね、電話長かったね、宗一郎。うん、お父さん帰ってくるって。え、女連れて帰ってくるって。え、それどういうこと。パリはどうなったの。パリは、うん、もうフランス料理は飽きたからそばが食べたいんだって。ねえねえ、それってさ、女にも飽きて女も帰っちゃったんじゃないの。いや、女は一緒みたいよ。あのさ、あなたたちもうちょっとたしなみのある会話できないの。ねえ、女いくつ。19だって。わお、犯罪だ。ちょっと待って、それって俺たちのお母さんってことだろ。いや、席は入れる気ないみたいよ、今んとこ。ねえ、でもさ、もしそうなったら私たち4人と、19歳とお父さんでしょ、全部で6人、大家族になるね。仲良くやるわね。違うだろ。なんで。あのね、うちはただでさえ今部屋がないの。あ、そうだ、私たち居候だったね。そうだったね、忘れてた。そうよ、どっちかっつうと私と宗一郎の方が小さくなってたけど。まあそういうことだからよろしくね。どういうことね、それ。ね、出て行けって言ってんの。すーちゃん、そう言ってんの。いや、まあ中国か。あ、いや、私出て行こう。え、出て行こう。あ、男と住む気だ。あ、遠藤だ。最悪。何が最悪、最高でしょ、私と住めんのよ。はい、質問どうぞ。冬美はさ、遠藤と住むことをどうして自分の一存で決められるの。うん、男はみんな言いなりだから。女王様だから、可愛いから。すいませんでした。じゃあね。はい、何かあったら電話してきなよ。俺でよければ相談に乗っから。じゃあね。はい、おやすみなさい。そうちゃん、ガムテ持ってる。うん。なに、荷物作んの。うん、ちょっとずつ始めようかなと思って。そう、サンキュー。凍えた体を温めてくれる甘い
も元気そうね。はい、確かにお預かりしました。送っておきます。しかしやられましたね。何も言わないでとっとと退院していくなんて。もうね、市内振り回してるそうですよ。あれ、よっ。あ、こんにちは。あ、そうだ、飯食った？いや、まだです。え、行こう行こう行こう、ちょっと行こう。なずはそんなことまで久我さんに？いやいやいや、そうじゃなくてさ、たまたま会ったからなんだけど、まあこういうことを外野が口を挟むのは野暮ってもんだけどさ。おい、電話してあげたらどうかな。寂しくなってるよ、なずなちゃん。医者の役目って何だと思う？そりゃ病気治すことでしょ。基本はそうだけどさ、もう一つ、患者さんを安心させてあげることなんだ。患者さんを不安にさせる医者はどこもいけないね。それと同じようにさ、男はさ、女の人を不安にさせちゃダメだよ。でも医者と患者じゃないでしょ、男と女は。もっと対等でしょ。でもさ、少なくとも今楓君と夏菜ちゃんの気持ちっていうのは対等じゃないと思うな。夏菜ちゃんさ、君の言葉や君の行動やそういうの一つ一つにさ、すごく敏感になってて傷つきやすくなってるんだ。ニューヨーク？うん、八久保さんが引っ張ってくれるって言うから。へえ、すごいね。で、このお店なんだけど、うん、夏希、店長やってくんない？え、ちょっと、私？悪い話じゃないと思うけど。あれ？ダメなの？いや、ずっと仕事続けるんでしょ？もしかして結婚？うん、相手が忙しい人だから、私は家庭に入ってその人をサポートするのもいいかなーなんて。できたんだ、そういう人。まだその具体的に話は進んでないんだけどね。へえ、いいんだ。いいっすよ、俺。え、本当？嬉しいっすよ、冬美さんと一緒に住めるの。でも俺のマンションじゃワンルームで狭いし。一緒に探しますから。一人で住むな？はい、10万以内で。入って、さあどうぞ。はい、ね、はい、1DK で10万以内ですよね。あ、こういうのいいですね。寝室が西向きだと風水だと子だくさんなんですよ。でもこれ 3DK ですよ。だったら2人で住むし。なんて新婚さんなの。だったらね、いい出物あるんですよ。これなんかどうですか？新築マンションだね、都南の角部屋で 3LDK オートロックですよ。はい、場所では近いし。そうそう、今ならね、駐車場も空いてますからね。いいですね。こんな出物なかなかないんですよ。で、いつ結婚するの？だといいなっていう段階で。すいません、電話、もし楓君から電話かかってきたらすぐに出るのやめようと思ってて、コール5回くらいになってからしようと思って。3回で出ちゃった。私、何だろう、なんか喋んなきゃって思って、なんかこの辺空気重い。やだ。
やだな、なんかこれじゃまるで別れ話してるみたい。俺はそんな気ないけどね。いろんな人に優しいじゃない。リナちゃんにも、多分夏希さんにも、いろんな人に。でもその分私から離れてくの。そうだろ。私が最初楓くん好きになったの、何にも知らない私に事故現場でコートをかけてくれたからで、そういう優しいとこを好きになったのに。今苦しいの。あなたが好きで苦しい。どうしてこんなことになっちゃったんだろうね。もっと楽しかったのに。楽しい時もあったの。なんか悲しい感じになっちゃったね、私たち。俺たちしばらく会わないでよっか。その方が。そうだね。私もその方がいいかなって思ってた。相談に乗ってもらおうと思ってさ。昔の美容師仲間がお店任せるっていうのね。人の部屋勝手に入んなよ。ごめん。とにかく出てってくれ。
ました、うん、いやあの大根味が染みててうまかった。あ、そろそろさ病院戻んなきゃいけないんだ。ごめんね、ここでいいかな。はい、うん、あ、何か言おうとしてたっけ。あ、次でいいです、急がないから。あ、そう、遅れなくてごめんね。いやいや、じゃあ。宗一郎また飲みに行ってんの。せっかくおでんあいつの分もお持ち帰りしたのに、うん、最近荒れてんのよね。仕事もダメ、恋もダメ、人生終わったかね。おい、だってもうじれったいのよ。宗一郎があの顔でさ、ガッと言ってグッと抱きしめれば女なんかイチコロよ。おやじ、宗一郎はね、自分のことで怒ってる人や自分のことでこう傷ついてる人を引き寄せて抱きしめることできないのよ。そうね、あの子小さい頃からそうだった。自分から手つなごうとしないで、手つないできた子の手握りしめてあげんの。弱虫なのよ。それ弱虫かな。ん、それ弱虫じゃないよ、宗一郎のいいとこだよ。相手をむやみに傷つけたりしたくないんだと思う。抱きしめられると傷つくってこともあると思うよ。難しいね。宗一郎はゆっくり人を好きになってゆっくり諦めていく人なんだよね、きっと。ナズナちゃんは暑いからね、回転数早いし。冬美も暑いけどね。そりゃそうよ、ゆっくりなんて言ってたらね、恋なんかどっか行っちゃうんだから。もしもし、もしもし。しばらく会わないどころか、それ別れようって言ってるのと同じですよ。仕方ねえだな、あいつ俺といると辛そうなんだから。だからそうじゃなくて、ナズナちゃんの気持ちじゃなくて、先輩はどうなんですか。なんだな、俺に説教すべきか。違いますよ、先輩は俺と違ってなかなか女の子と付き合わないじゃないですか。だから本当に好きになったら別れないのがいいと思って。俺だってそう思ってるよ。大体先輩は人の気持ちばっか考えすぎんです。自分の気持ちで動かない。あー、お前にも言われたくねえな。あ、じゃあこの仕事もやりませんね。まあ、ちっちゃいぶつ取りですもんね。あー、やるやる、仕事はやる。しかしこんな身で自信持てっていうのがおかしいよ。はい、もしもし。夏樹、今久我さんから電話があったの。え、ああ、楓君、夏菜どうしたんですか。今点滴打って眠ってる。ここ四五日さ食べれなくて寝てないらしいな。ちょっといいかな。しばらく離れてよって言ったんだって。彼女はさ一番それがダメなタイプでしょ。一緒にいてあげなきゃダメだよ、あいこは。関係ないでしょ、あなたに関係ないじゃないですか。関係なくないね。だってさ、こうやって僕に電話してきたわけだから。よく人の恋人のこと分かりますね。好きなんですか。僕はナズナちゃんを、はあ、呆れたね。もう少し大人かと思ったよ。宗一郎、
ごめん、こうした。ドキドキするの疲れちゃった。ドキドキしなくていいとこに電話したくなった。あ、ちょっとこんなとこ見られたくなかったな。最初のボタンかけ間違うとずっと下まで合わないじゃない？うん。なんかそんな感じ。俺ここにいない方がいい？待ってる。俺待ってる。いつでも。ナズナが大丈夫だったら電話して。おかえり。あ、ただいま。夏希、お客さん。ん？私に？笠原夏希ですけど。私久我達彦の娘です。パパ返してください。私パパが帰ってくるの待ってるんです。ママも病気なんです。本当に一人で大丈夫？はい。そう。夜分すみませんでした。はい。じゃあお願いします。あ、おかえり。誰？久我さんの娘さん。え？夏希もいろいろ大変よ。
結構大きい娘さんいるんだね、久我さん。うん、冬美に聞いたからしたで。可愛い子でしょ。奥さん綺麗だろうな。夏希。ん？この間。何？長い話になるんだったら座ってしょ。あ、いや、この間ごめん。何が？うん、出てけとか言って怒鳴ったりして。ああ全然。ちょっといろいろあったもんだから。いろいろあるよな。ほんと。じゃあ、おやすみ。うん。夏希。元気出せよ。そうちゃんもね。ゆかが？ええ。そう、ごめん。ううん、なんか奥さん病気だって。いや、病気って言ってももう長いんだ。喘息で。大したことない。そう。ん？私分かってたことですから。桑さんの事情分かっていたし、それでも私いいと思ってたわけで。クワさんが娘さんに会ったり前の奥さんに会ったりするの仕方ないし、これからもそういう感じは続いていくんだろうけど、私、うん、頑張ってそれ受け入れられる気がするな。ああごめん、娘や前の妻のことは僕のことだから、なっちゃんには迷惑かけないように。うん、うん、私大丈夫です。いや、そうじゃなくて、どう言ったらいいかな、誤解させちゃったんならごめん。え？なっちゃんさ、俺との結婚なんて考えてる？それは考えてるよね。いやごめん、なっちゃんそりゃもういい年だもん。あ、いや、いい年でそういう意味じゃなくて。いえ、いい年です。続けて。あ、一度失敗してるから俺もう結婚する気ないんだ。私がその久我さんの心を動かすことはないんでしょうか。ごめん。When it's raining outside the door.
なんだいるんじゃん。ガムタール？ちょっと来てみ。ああこの写真。そう、夏樹が撮った写真、初めて会った頃に。ああ、あの時のね。なんだ結構よく撮れてんじゃん。うん、うん、なんかあの頃は良かったな。お見合いして断られて落ち込んでセスナに乗って。なんだそれ。久我さんにスパッと言われた。え？結婚する気ないんだって。ああそう。あ、ガムテだっけ。あ、ガムテだよね。あ、ガムテこっちだ。この東京タワーとももうお別れか。何やってんの。だって宗一郎言ってたじゃない、人差し指と同じ長さだって。うん、長いね指。そう苦しいね恋。なんだよ。恋は苦しいって言ったの。またそうやってキャラクターに似合わないこと。恋なんかしたって楽しかったためしないもん。まあね、人を傷つけるのも自分傷つくのももうたくさんだな。同感。もっとあったかくて優しくていつもそこにあってほっとできて何でも話せて何も話さなくても平気で、東京タワーみたいに毎日12時になったら明かりが消えて、でも次の日の夕方には必ずまた明かりがついて。だから安心で。誰のこと言ってんの。そっちこそ誰のこと言ってんの。え、って何。いや、俺なんか良くないとこに来ちゃったかな。よし、あれってなんだよ。いや、あれってあれっすよ。ガムテ。ガムテ？あ、ガムテ。あ、ガムテ、ガムテあるよ。あるある。冬美と一緒。あ、今帰ってたとこです。あ、そっか。あった。え？遠藤、俺ガムテマンじゃないから。あ、すいません。どうも。じゃあ、はい。ね？どうも。失礼しました。ゆっくり。どう見てもそういう雰囲気でした。あの二人が。はい。加速度つくのよね。加速度。うん、ほらもうすぐさこの家出てくじゃない。離れ離れ、
そういうタイムリミットってこれ以外に加速度つくのよね。無駄